はい、どうもこんにちは、レチです。さあ今回はこの神秘ビルドエンドレス、3周目と最後です。呪いは4、7ですね、最高レベルで。あ、いいね、いいマップ来たね。あ、そうでもないわ間違えましたね。なんか荒野みたいなのが好きなんですけど、荒野、砂漠なのかな。まあまあまあ、でも狭い方がいいですね。前回広かったんでね、最後にやったマップ。さあ、展開としましては、基本的にアーケインビームのこの6356ダメージを与えつつのアーケインオブで火ダメが 80% 増加する、まあ、これめちゃくちゃつくんで、必ずこのビームは 80% 増加で入ると、6356プラス 80% 1.8 倍するよと、そういうことです。でこのダメージはね、著しくまだまだ上がっていく予定なので、今回で1万ダメージ目標にしたいなと。でベースが確か1000あったかな、最初もでも上がってるので見るからね、あれベースじゃないと思うんですけど、アーケービームはビームの中で一番ダメージが高いはずで、代わりに特殊効果がないというものなんですけど、それを生かして火ダメ増やしてぶん殴ると。さあこれでいきますよと、ちょっと一回確認しよう。 OK、 ロカできてますね。さあこれ、やり方として、戦い方としては、敵ボス出てきたら真ん中に集めつつ、そこに向かってひたすらぐるぐる回りながらね、こういう、まあ、どっちでもいいんです、時計回りでも反時計でもね、そうしてダメージ与えて、敵を殺すと。これかな。でクリティカルダメージ結構上がったんですけどね、クリティカル率は多分 40% ないです。あー、追ってくる系でな、まず先に倒さないといけないね。さようなら。でこう止まってる敵をこうやって回ると、今回離れても大丈夫ですね。こういうことです、このゲームっていうのは。これで、あともどこに行くか知らないですけど、待ってっとけば多分死にますと。で次に備えましょう。ヤケミームが現在、7000ダメージ、今回1万いくんでね、見ててくださいと。ラッキー時間になりましたね。これ途中でモード変えたいよね。エンドレスモードにしてやるんですけど、もう一個の方、なんか時間的にこっちの方が確か簡単だったっていう記憶がおぼろげにあるんで、こっち入ったけど、ボスだけで言ったら左の方が良かったかなって反省点ね。このゲーム複雑でね、一回消えたモードがこっちなんですよね。なんか一回エンドレスモードが通常になったのがいかなかった方で、帰ってきたのがこっちなんで、思い入れはこっちのがあるんですよ、個人的に。やりたいのどっちかって言うと別にエンドレスはそんなやりたくないんで、ね、あんまないですけど、単純にこっち来ただけですね。7300ダメージ。あんま伸びんな。45% で300?300くらいだよね、多分。って考えるとやっぱあれか、1000いかないかくらいなんだね、ベースね。なるほどねと。でも多分発動頻度意味ないと思うんですね。アーキアムが 1.2 秒から変わんないんで、多分限界値です。だこれ血の渇望が 212% ついてる、あと移動速度これ上がるんでね、その移動速度もこれ大きいんですね。 100% 上がってると、移動速度のやつ 100% まで普通取らないんで、ノーマルなら10回、いいの取っても3、まあ、4かな、100超えるってするとねってなってくるんで、この移動速度はかなり助けられているよと。あんまダッシュしなくてもかわせるんでね。あ、今真ん中でもよかったかな、 220% アップの7500ダメージ。全体的に上がっていくよと。ボスはどこですか、追ってきたら殺すよと。
乗ってこなくて、あ、いいね、これとどまる系だ。回れ回れ回れ、彼らの周りを回れ。いい感覚で、いい感覚で回れ。あまりあいつらの移動もさせないように回れ。あとどこにいる、こいつだ。お前か、さよなら。終わったね。いやー素晴らしいですね。マルチ大連鎖がめっちゃ刺さってるんだよね。それ以外でルーンちょっと閉まったなって思ってて、無謀と処刑人、まあ、処刑人はでもなんとか上げてきたからいいっちゃいいんですけど、ちょっと微妙だったかなっていうところで、多分ねデバフ5個くらいしかついてないんで、もう片方のやつ 5% ずつで5なら 25% でしょ。で今5個で 25% でしょ。同じなんですよね。変につけてなければ楽だったと思うんで、その点で言うとね、失敗かし、まあちょっと失敗かなと思うけど、あ、ビーッと、アーキャンオブすごいな。こっちもぶっ放しながら走ればね、すべて崩壊すると、痛い痛い痛い。置き土産に置いていけば雑魚は知るね。で、火ダメ次 80% 増えるっていう効果なんで、できる限りクリティカルにした方がいいよねっていうところでクリティカルダメージ取ってますけど、率が追いついてこないね。これはどうかな、追ってくるか、二人一応追ってくる系だね。追ってこさせながら遅いやつをね、うまくはめ込んでいきたいけど、見えねえ。あと誰だ、トントンか。トントンは多分すぐ後ろにいるね。お前か、お前か、後ろにいなかったね。あいつ立ち止まるんだね、結構ね。まあでもあれか、範囲技結構あるからその点なのかな。こっちも今カードにこうやってやってれば敵は死ぬでしょ。今回のビルド、敵のクローンが分かんないですね。いたところで攻撃がする前に死んでるんじゃないかなっていう。やっぱ止まってるんだな。いやこれ1個攻撃系のやつ捨ててリロール取ればよかったね。レベルリロール結構何もない時っていうのがあるんでね、なんかそれ取っても現状変わんなくないみたいな、そのタイミングで1回ずつリロールあれば、今187レベルなんで、なんだね、まあ、ざっくり20回分くらいリロールが増えてるはずだと。もっとか、40回ね、40回。ってなるとそうですね、だもっとなんか属性の強化とか、今、前方、神秘、呪力、持続、範囲、この辺強化すれば引っかかるんですよ、何個かは。っていう点で言うと、そういう全体的な強化があった方がもっと良かったかなと。追いついてごらん、ほら追いついてごらんよ、追いつかないと死んじゃうよ。エルフェルト、あーすごいすごいすごい蓄積です。
直結と。今回最後かなって思ったんですけど、ちょっともう一個行こうかな。早いよね多分。なんか強くなるごとにね、時間も短くなってると思うんですよ。よし、ネクスト行きましょう。ネクスト次で最後かなセーブ欲しいよね。まだいけるけどこのビルド保存したいなみたいな。セーブがあるとねできるんだけど。またここか。こっち打っとけばすぐ死ぬでしょ。このゲーム縁にいる時ってあれだよね、こう画面なんていうのかな、全部敵縁から出るわけじゃないよ、ね、どうなんだろう。すぐ倒せるから早く倒せるのかな。それかここで逆側の縁から敵出てきたらすごい時間かかるよね。だからどうなってんだろう。だからこうスピードランするときはこの辺でこうやってね、こうやってやるわけですよ。言う限りここにいながらね。まあ今やっと死神に殺されるんで、できないですけどね、なかなか。245、わぁ、そんなもんか。あいつ誰だろうね。誰かわからんけど、ダウン。たばれ、湧いたら死ねと湧いたら死ね攻撃。ここにこうしながら移動する。湧くかなこれ。早すぎて湧かないかもしれないけどね、湧いたら死ぬぞと。なんかの攻撃って50目なってるね。まで長いよ。あ、追ってきちゃうんだ。追ってきたら死んじゃうんですけどね。ここちょっと止まりたいけど無理か。あぶね。前方のダメージ、あ、間違えた。多分頻度はほぼほぼ意味ないと思う。範囲これ意味ないないや、これ多分意味ないもん。もう毒でいいや。もう変わらんでしょ。まあ 1.2 か、あ、1.1 になってるな。よく見たら、あ、変わるのか。まだ取っていいんだね。じゃあね、 0.2 までいけんのかな。しかも 0.2 まで行くとそっか変わんないからかな。前に 0.2 から1個に上がんなかったんだよね、スキルが。0.2、まあもともとそのスキルが速いやつなんで、0.2 パッて思ったけど、いけるね、まだね。1.62、1.1。いいね、マルチ。マルチ何パーよ、これ今。200%。200% マルチ大連鎖攻撃頻度1秒なんで。悲惨なことだね。さあ、これこういう都市に潰しましょう。今こういうのは壁にはめられることなんで、あれちょっとね、多段ヒットした場合危ないから。マルチ。さあ、今現在ダメージ8100です。1問まで残り2000。これこう適当にこれ今自分が歩いてる方向にね、これで出ながらとんでもないですイカレ暴走野郎がいるけど。あ、毒破滅いいですね。毒めっちゃつくから。破滅もめちゃくちゃついてる気するけど、破滅からなんかもあるよね多分ね。
そういう場合もつくのかな、毒破滅破滅マヒマヒムなんかみたいな。ちょっとしたら再現ないですけど、上げとけ上げとけ、まだ伸びるらしいから。でも 1.2 から1までめっちゃ遠かったね。まあそうか、そういうもんかな。今本来なら食らっちゃいけないほど食らってるから、ちょっと要警戒かな。さすがにね、もう51分やってるんで、これ選択の時間入れたらだってもう1時間優に超えてますから、もう集中力はもう切れてますよ。セーブ欲しいね、このゲームね。中断的な、中断ないよね、やめるしかないよね、選択肢って。まだいけるんだけどなっていう。神秘の範囲、範囲、うん、もういいんじゃね。弱体化かな。多分防具くらいしか多分ないと思う。安いんだろう。ここに壁あって、でここにちょっと邪魔なやつがあって、でじゃあこのね、ここもなんかあるでしょ。ちょっと鬱陶しいんだよな。どうぞ。地獄の一丁目一番地です、ここ今。キルレみたいに、キルレ何万だろう。なんか追ってきてね、バーサーク追ってきてね。痛い痛い痛い、爆弾痛すぎるんだけど。やばい、危ねえ。危ねえ、今立てなければ死んでてよ、確実に。これ一回死んだら多分終わるね。終わらせたいな、死にたいとこもある、正直。今多分これはめれるんだ。ああめちゃくちゃ食らってる。もう回復しないっしょ。あれも逆にいいのか、ムーブあるから。これ立てつけば400くらいだったよね、確か。 200% くらい上がってるでしょ、 0.5 なんで。来たね来たね、体力上げよう。今だ、今体力上げるべきぞ。引くほどこれダメージが上がっているはず。でここに反映されてないのかな。反映されないもんね、あの野良のやつは。スキルにやるやつは反映されると思うけど。いいね、多分死ぬ。次ちょっと変な食い方すれば死にますけど、普通に。今とんでもない威力になってんじゃない、ダメージ。野良8000にね、300かってんのか、今 150% かな。スタイル上がったもん。ここに火力が上がった、一気に。いや、うまく残すの無理かなって思ってたんだけど、めちゃくちゃうまくいったね。強くなった。サイヤ人みたいな感じで、ね、
サヤ人は回復したら強くなると思うけど、こいつは回復しない方が強くなると。でもこれ調整はできないね、暗い方に。今できるのは今すぐ体力上げて、食らってるままなんでね、相対的な体力上がることでダメージが増えるという、ね、現象を引き起こすしかないか。何ダメまで受けるの ?258 か。よーし、次勝って終わりかな。あと1時間、ね、ゲーム内でやりたいけどしんどすぎる。めっちゃ強い今これ。でもこれ移動したら回復しちゃうんですよ。ちなみにそういうこともあってこの一瞬だけだね、これが出てるのは。めっちゃ強いはいはいはい。とさあ、こういうビルドです。でこれ回復しちゃうんで、まあ終わりますかね。4周です。呪いなら4周クリアと。まあ、昔のキャラ界は確か4種だったと思うんで、まあ、キリもいいんじゃないかなと。まだいけましたけどね。さあ、剣オーブのダメージがすごい。22億でしょうか ?220 億でしょうか ?225 億9219万だね。225億ダメージですね。他はすら来ないわなと。ガーケンシュート結構出てるんだね、それで言うと。ダメージは最後3つしかついてないんで、ビーム、で、これも DPS 見れないですね。ちっちゃいんでね。アーケンオーブが多分、676万。DPS676 万ですね。頭おかしいけどな。マジックミサイルおとなしいもんだね。まあ、これちょっと多段ヒットさせることで、まあ、弱体化とかつけようよくらいの感じで。だこれ、まあ、でもビームどうだろうな。マジックミサイル貫通するんですけど、ビームは範囲上げないと他の敵に当たんないと思うんでね。その点でこっちにしたけど、まああと神秘だしね。マーケインオーブが飛んでもないと、もう横ダメージなんか見えないですねヒット数も全然段違いで強かったよと。さあ、このスーパー火力ビルドね。あ、クリティカル率 75% まで上がってたんだね。結構高かったんだ。まあ、こんだけ出してるんで、ただヒットしてね、起きるだろうと。いや、いいですね、いいですね。めちゃ強だね。